梅野優吾は、佐賀県佐賀市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東京ヤクルトスワローズに所属。佐賀市立新査会小5年時に、新栄少年野球部で野球を始める。佐賀市立松栄中学校時代は、公式野球チーム、佐賀フィールドナインに所属し、二類種として3年時には、九州大会優勝を経験した。3年生の冬から当主に転校する。 福岡県筑紫野市の旧三大九州産業高校に進学。一年生秋からベンチ入りし、冬の下半身強化によって時速 130km 程度の球速が時速 143km まで伸び、二年生の春には AS の座をつかむ。甲子園出場経験はないが、二年生秋の周期、九州大会において準々決勝に進出する。 三年生夏の第九十八回全国高等学校野球選手権福岡大会三回戦では本類打を含む三打点を挙げるも福岡県立福島高等学校に敗れた2016年10月20日に行われたプロ野球ドラフト会議にて東京ヤクルトスワローズから3位指名を受け入団した背番号は382017年8月9日 対横浜 DNA ベイスターズ戦において、セリーグの高卒新人選手で最速の一軍デビューとなる初登板、初先発を迎えるが、三回5失点で降板し、黒星を喫した。二千十八年は五月までの防御率が四十二点四三と震わず二軍落ち。夏に入ってからは安定した投球で、八月中盤からは七回を投げる、セットアッパーとしての地位を確立し、 消化試合では8回のホールドの付く機会での登板も任されるようになり、飛躍の1年となった。2019年は3月に行われた、侍ジャパン対メキシコの強化試合のメンバーとして選出された。5月6日には上半身のコンディション不良で登録抹消された石山康七の代役として、プロ入り初セーブをマーク。2020年は42試合に登板し、 5勝2敗12、ホールド、防御率3.61を記録した。それほど和勢はないが、力のあるストレートを投げ、東海大福岡との練習試合で、時速154キロメートルを記録した。変化球は最も自信を持っている、カットボールのほか、縦のスライダー、チェンジアップ、カーブを投げる。3歳から小学校4年生まで、体操教室に通っており、 新入団選手発表会において特技紹介コーナーで山田哲人以来となる逆立ち歩行を披露した打撃記録ありがとうございます。